ののです。今回はソーイング裁縫の便利グッズ3つをご紹介します。まずはクロバーさんの針に糸を通す機械なんですね。とても便利なものです。実際に通してみますね。まずは針に糸を通すというのはとてもストレスがかかるもので、これは若い方でも年齢を重ねた方でも同じなんですね。そこでこの便利グッズがとても活躍してくれます。まずはちょっと先端怖いんですけれども、尖った方を指定されたこちらの穴の方に入れていきます。尖っているので少し気をつけて、そしてこのように糸を引っ張ってきて指定されたところに引っ掛けます。そしてこのレバーをクッと押さえたら、ここにもちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、このように糸が針の穴に通っていきます。そしてこちらで切っていくと、このように針の穴に簡単に糸を通すことができて、とても作業をスムーズに進めることができます。本当にありがたい商品です。これは少し傷んだ針や錆びかかった針を修正してくれるアイテムです。使い方はこの真ん中の部分に針を押し込んでキュッと押さえて 2、3回、このようにしていただくと通りがスムーズになります。次にご紹介するアイテムは、作業中に散らばった針を集めてくれるとても便利なアイテムです。こちらの赤い方は最近のモデルなんですけれども、私は義理の母からいただいたこの同じようなものなんですけれども、もう20年以上使っています。本当に隠れたこれ名品なんですよね。ちょっとやってみますね。こう作業中にバラバラしているものをこうやって一瞬で集めてくれます。針はとってもね、危ないですよね。このようにして作業中でも、例えばミシンの時にカンカンの中にこのように入れて、こうするともうこの中で集まってくれるんですよね。とても便利です。20年前のものですけど、今も現役で使っています。このように縦じゃなく横にくっついてくれるんですね。取る時にとても安全なんです。このアイテムはぜひ手元に置いていただいて、安全にソーイング裁縫をやっていただきたいなと思います。